こんにちは柳田理科の一日一科学秋には台風もやってきますそして秋の台風は被害が大きくなると言われますこれはなぜでしょうか日本の南東には太平洋高気圧があります発生した台風はこの太平洋高気圧の北側に沿って進みます 夏は太平洋高気圧が大きくなっているので夏の台風はたとえ日本に上陸しても日本海の方へ抜けていきますこれに対して秋は太平洋高気圧が小さくなっているので台風が日本列島に沿って進むことが多いわけですねそして日本の上空には西から東への偏西風がいつも吹いています 秋にはこの偏西風が少し南側を吹くようになります。このため発生した台風が偏西風に運ばれて急にスピードを上げることがあります。そうなると対策が間に合わずに被害が大きくなるときがあるわけですね。また秋は太平洋高気圧と大津久海気団がぶつかり合って雨が降りやすくなっています。 そこへ台風がやってくると大雨が降って大きな被害をもたらすわけです今日の一日一科学秋の台風はスピードが速く雨が多い台風が発生したらニュースをしっかり聞いてくださいまた明日